松井義夫は、広島県呉市出身の技術者、実業家、大和製功創業者、1923年産業中学校を卒、広島でカメラ店を経営するが上京し1953年、カメラの距離計の製造を主とする松井製作所を創業。1955年からは、釣り具のリールの製造を開始、釣り用品の需要増大に伴い、 リールを本格的に生産するため1958年、東京都中野区に資本金200万円で大和製鋼を設立した。さらに、スポーツ用品の製造も開始。1960年、リール生産工場を東京都東久留米市前沢に新設。1962年本社もここへ移転した。1964年、グラスロットの生産工場を新設。 1965年にはオリジナル仕様のダイワブランドリールを開発、販売を開始した。リール市場では後発であったが、アメリカ市場を中心とした輸出が伸びたため、ついでヨーロッパ、カナダ、オーストラリアなど、国内に先駆け海外市場の開拓に注力。1966年、アメリカに現地法人、ダイワコーポレーション設立に続きカナダ、イギリスに、 合弁会社を台湾に伊藤忠商事との共同出資で会社を設立するなど事業の国際化を推進した。大和ブランドはアメリカで特に高い評価を受け、品評会での評価は群を抜くものだった。1969年名前をわかりやすく大和成功に変更。その後スキー、テニス、ウェア部門にも進出し、総合スポーツレジャー用品メーカーに転嫁させた。 1970年東京証券取引所2部上場、1976年1部に指定替えを果たした。1977年には釣り用品の売上高を世界第1位にした。1970年ランジュ法賞、1977年く後等、総工局実証受賞。ありがとうございます。